向市立勝山中学校は、京都府向市楓町古畑町にある市立中学校。略称は、勝中。1947年に、乙訓郡一町七村で設立された組合により、開校した乙訓中学校が、勝山中学校の前身である。翌年の1948年には、大原野中学校が、乙訓中学校に統合され、大原野村も組合に加わった。1950年には、小鹿野村と、恥ず村が京都市に編入され、両村の生徒が、京都市立伏見中学校と京都市立東陵中学校に編入された。1955年には、長岡中学校が新設され、長岡町区域を長岡中学校に分離した。1960年には長岡町が組合を脱退して、組合立長岡中学校は長岡町立長岡中学校へ改称した。しかし、長岡町域の内地区は長岡中学校校区よりも、乙訓中学校校区を望む声が大きかったため、1961年6月には長岡町が組合に再加入し、長岡町域の内地区を乙訓中学校の校区へ編入した。1968年には大山崎村が町制施行し、乙訓中学校の通学区域は向町、大山崎町の全域と長岡町、京都市となった。1970年代の人口急増期には乙訓中学校がマンモス校となり、相次いで中学校を分離した。1971年には第2乙訓中学校が開校し、大山崎町区域を分離した。1973年には第3乙訓中学校が開校し、京都市久世地区を分離した。1975年には第4乙訓中学校が開校し、向市北部の地域を分離した。1970年代の相次ぐ中学校の分離により、乙訓地域の生徒は、ほとんどが地元の中学校に通学できるようになり、乙訓中学校事務組合の存在意義は失われていった。1982年の寺戸中学校分離の際に、組合は解散され、乙訓中学校は、向市立勝山中学校に改称された。として、研究発表。充実した教育活動。教的な教育課題に応える教育を組織的、計画的に推進。自ら学び自ら考える、生きる力の育成、豊かな人間性と心の教育。開かれた学校、特色ある学校づくりの推進、教育の活性化。ありがとうございます。